さかなもんの新曲ただそれだけが配信リリースされた。理不尽にあふれる現代で自分らしさを失わないでほしいという思いを綴った攻撃的なロックナンバーだ。公開されたミュージックビデオは酒井大輔が監督を担当し、 VJ を用いたダイナミックで過激ながらも繊細な映像が繰り広げられていく。楽曲に合わせて目まぐるしく感情が展開する演出に注目だ。なお、2023年2月にビルボードライブ横浜で開催され反響を呼んだ、サカナモン 15th Anniversary Special Live 発行ライブ音源も同時に配信リリースがスタートとなった。15周年を記念したプレミアムライブ全曲を収録した音源だ。なお、10月4日金曜日より6年ぶりの対バンツアー、サカナモンツアー2024、友達ってうまいのか?がスタートとなる。ただそれだけ2024年10月2日、水曜日配信リリース http://big-up.style/cqmaacaio サカナモン 15th Anniversary Special Live 発行2024年10月2日水曜日配信リリース http://big-up.style/tbylxbana-ly1 シグナルマン 2023.02-17 ビルボードライブ横浜に来 2023.02-17 ビルボードライブ横浜サンプロムナード 2023.02-17 ビルボードライブ横浜4おとととと2023.02-17 ビルボードライブ横浜5.1988 2023.02-17ビルボードライブ横浜6スティッキーフィンガー2023.02-17 ビルボードライブ横浜7ブラキモンの羊 2023.02-17 ビルボードライブ横浜8プレイヤージェール 2023.02-17 ビルボードライブ横浜9真夜中の大岡山にて2023.02-17 ビルボードライブ横浜10ホーム2023.02-17 ビルボードライブ横浜11ディスタンス 2023.02-17 ビルボードライブ横浜12リリックス 2023.02-17 ビルボードライブ横浜13マッドボーラー2023.02-17 ビルボードライブ横浜14ロックバンド2023.02-17 ビルボードライブ横浜15ふれあい2023.02-17ビルボードライブ横浜サカナモンツアー2024友達ってうまいのか。10月4日金曜日大阪246ライブハウスガブゲストバウンダリー。10月6日日曜日福岡ライブハウス&クラブピスキスト新満。10月20日日曜日愛知池下クラブアップセットゲスト名誉。10月25日金曜日宮城ライブハウス&セカンドゲスト鉄風東京。11月9日土曜日東京恵比寿リクイドルームゲストシネマスタッフチケット前売り4800当日5300一般発売。8月17日土曜日10時から先着イン https://eplus.jp/sf/word/0000519 にチケットピア https://t.pia.jp/pia/artist/artist.doartist主導=A1184545 ローチケ https://l-tike.com/concert/mevent/mid=395575